ごい顔は全然クールなまんまだけど、めちゃめちゃバキバキなんですよ。こんにちるちる、少量ビールレビューサイトちるちる記者のほぐしみと、本日紹介する作品はこちら、トリオリセ先生のまやかしの愛で満たしてよです。こちらですね、あの4月の末に発売となりまして、結構まだ新しい目の作品かなと。新刊ですね。はい、新刊です。で、私これあのツイッターの方で試し読みというか、あの作家さんがツイートされてるのを見まして、そういうちょっと読んで気になりすぎて買ったっていう感じですね。すごい、出会いはかっこいいですね。そうなんです、すごいもうビビッときちゃって、はい、買いました。かかったやつも期待して、はい、はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、こちらの作品のあらすじなんですけれども、この表紙のちょっと押し倒されてあわわみたいな顔してるのがあの受けのまひろくんで、上に乗っかってるのが攻めのしゅうくんなんですけど、あのこっちの受けのまひろくんがですね、ちょっと元高校時代はすごい陰キャで過ごしていて、大学を入るのに気にすごいイメチェンをするんですよ。で、大学デビューしてイケイケな感じになって、であのもともとゲイだなって自分のこと思ってたから、マッチングアプリを使って自分の性的嗜好を満たそうみたいな日々だったんですけれども、ある日そのマッチングアプリでこちらの攻めのしゅうくんと出会います。で、結構その話もうまいし、そのエスコートもスマートで、いやめっちゃ今日はいい出会いだったかもって思って、まあ、ノリノリで、まあ、ホテル行って、ちょっとまあね、ちょめちょめってもうちょめちょめって死後かもですけどそう、いたすんですけど、でいたし終わった後になんかすごい良かったみたいになって、でそのピロートークのところで、こっちの受けのまひろくんが今まで自分に容姿に自信がなかったから、なんか俺もそのシュウみたいなイケメンと一緒にいると自慢できるし嬉しいよみたいなことを言っちゃって、それがすごいシュウくんのもう地雷を踏み抜いてしまって、もう怒らせちゃうんですよ。確かに、そう、微妙なラインです。そう、なんか俺のことそういう風に見てたのみたいになって、じゃあなんかもういいみたいな、うるさいみたいな感じであのまひろくんが飛び出して帰っちゃうんですけど、で、まあ、そこで終わると思うじゃないですか、アプリの出会いだから。で、なんと後日大学のゼミの顔合わせに行ったら同じゼミにしゅうくんがいましたよっていうところから、大好きな BL あるある。そうやっちゃって、ああって思って、えっていうあれです、あれまあそこから始まっていって、まあ、なんやかんやってこの2人がどうなっていくのかっていうお話なんですけど、まあちょっと表紙も結構こうなんか可愛い感じというかおしゃれな感じなんですけど、なんか艶っぽさもありつつ、めっちゃエロいすごい3文字がダイレクトすごい、そのまひろくんが、ま、あのちょろいんですよ、ちょろ顔なんですよ。そうね、なんか結構そのシュウにやっぱ流されがちというかまあなんかシュウのがこうクールで、どっちかというとこう2人の主導権持ってる感じだからまあ流されてっちゃって、俺こんな流されちゃって大丈夫なのかなみたいにちょっと悶々としたりとかする感じですね。で、基本的に攻めのシュウくんすごいクールな感じなんですけど、で一見遊んでその見た目だけど、中身はすごい誠実で真面目というか、まあみんな好きなタイプの属性、そうですね。で、なんかすごい貧困法制な感じで、なんか結構そのひょうひょうとしてる感じかと思いきや、なんかすごいしゅうくんちょっと世間知らずというか世間とずれてるところがあって、そのアプリとかもやっぱそのやりもくでやってる人が多い中で、彼は本当に真剣に彼氏を見つけるためにやってたんですよ。それをまひろくんに、え、あのアプリそんな風に使ってる人いないよって言われて、すごいなんかタジタジしちゃったりとか、え、そうなのみたいな、本当に知らなくてタジタジしちゃったりとかが、そのなんかまひろくんが結構まあ冴えない感じだったから、まあすごい純朴というかまあ擦れてないところがあるんですよね。なので結構そのこうなんかありがとうとかごめんとかもちゃんと悪いと思ったらすごいはっきり言うんですよ、しゅうくんに。で、そういう風にこうドストレートにあのそういう言葉を向けられるとなんかタジタジしちゃったりとかいうのがすごい、なんかしゅうくんもだから可愛いなと思ってかっこいいけど可愛いなって思って、すごい、なんかこう表紙のイメージとまた違う感じが普通にある感じ、ね、そうなんですよ。表紙見た感じ、結構なんかエロいって、まあ、さっきも結構ピュアな感じもするというか、そうなんです、結構やること2人やってるんですけど
あのこう精神面ではピュアなところもあるから、まあ、ちょっとこうなんかもうダキュンじゃないけど、ちょっとなんかドキドキしながら見守れるっていう感じですかね。いいですね。なんか心が疲れた時とかに読みたい。そうですこちらの作品の一押しシーンなんですけれども、うん、ある時まひろくんがその教授に振られた作業をちょっと一人でやってるところに、しゅうくんが研究室にやってきまして、はい、で二人でその研究室に居残りをしているところからの、はい、ちょっとそれも 夜もこう遅くなってきてじゃれついてて、そこからちょっといい感じに流れていくっていうシーンがあるんですけど、でなんか結構そのしゅうくんもなんかその慣れた感じでいろいろこう進めていくんですけど、はい、そのこう受けのね、まひろくんのちょっとこうとろけてきた感じを見て、すごい顔は全然クールなまんまだけど、めちゃめちゃバキバキなんですよバキバキなんですよ。その顔がめっちゃ好きで、そう、あえそうなんかクールなイケメンで全然そのポーカーフェイスなのに、そこ見たらあっみたいなってなっちゃう。すごいよかった、ちょっと興奮してしまいました。テレまずそういうの好きなんで、やっぱギャップがね、オタクってギャップ好きですからで、なんかそのそこのなんかちょっとエッチなシーンで、結構そのまひろくんにそのしゅうくんの方がいろいろ言わせたがるというか、感動をなんか結構こう聞いていくんですよ。なんかそれそうそういうスタイル、そういうスタイルもうなんかちょっとこう S 気があって、それなんか良かったっすね。まあなんかそれはもう めちゃめちゃの SM とかじゃないけど、ちょっとソフトにそういう感じがあって、すごいね良かったです。喋る受け好きなので、あーもうめっちゃ可愛かったで、もうそのトロ顔のままいろいろ喋らされて、最後はね研究室でちょっと吹いちゃうんですよ。で吹いちゃうんですよ。何をとは言いませんけどもう研究室でちょっとここまでエッチなことしていいんだなっていう、ちょっとドキドキしましたね。また扉がまた開く。最後にこちらの作品のまとめです。はい、まあもう光ですよそう、ちょっと最初はねちょっと波乱かなって思ったら、全然まあその後も2人でこうもだもだといろいろ詰めていく姿が微笑ましかったですね。でまあエチ度はまあ4かなという感じで、ここは期待今期待しちゃって大丈夫です来てください。でまあ、おすすめの方っていうのはやっぱ甘々作品が好きだったりとか、あとはそのチョロカワウケチョロカワウケが好きな方ぜひ読んでください。であと大学生カップルのこう初々しさというか、ちょっとうわみずみずしい感じも楽しめるかなと思いますので、はい、そういうのが好きな方はぜひっていう感じですね。はい、ぜひぜひぜひこの印象からまた違う内容がちょっと想像できるのかなとかいう枠もあるので、そうですね、まあ、内容のね攻めのギャップとかも楽しみ。このまやかしの愛っていうところがね、本当の愛になるのかというところもちょっと大事なポイントっていうか、そうそうそうです、そうです、もうぜひ楽しみにしてください、はい、はい、ということで本日は鳥織瀬先生まやかしの愛で満たしてよを紹介させていただきました。概要欄にこちらの作品の詳細ページや関連記事ページも貼っておりますので、チルチルサイトにもぜひアクセスしてみてください。それではバイチルー。